こんにちは、流しです。今回はですね、スターバックスのホスピタリティが激高だった件ということで、記事にしてみましたということで、これを動画に撮らせていただきます。まあ、割と言ったのは、今年の春ぐらいなんですけども、まあ、皆さんご存知このスターバックスっていうコーヒー店があるんですけども、結構熱狂的なファンって多いですよね。特に日本ではなぜかファンがすごく多くて、アメリカだと全然らしいんですけども、そこまでスタバは、まあ、地位は高くないようでして、で近場にあるスタバに行ってみて、試しにちょっと1000円ぐらい、ちょっと大人買い的な感じでいろいろ買ってサービスを受けてみまして、でこのスタバはですね、まあ、分析しますと、まあ、ホスピタリティが結構ある感じの接客で、割とその高級路線みたいな感じですね。居心地の良さみたいなことをメインで売ってる、むしろコーヒーっていうのはこうサブだと思います。であと、まあマニュアルですね、効率化するところは効率化して、してないところはこうアナログな感じでこうホスピタリティを重視した接客をしていると。あとそのスタバコミュニティみたいなのをこう作ってて、こう何回も何回もリピートしてもらえるような仕組みとかもあったりとか、そのためのグッズみたいなのもさりげなく存在しますと。例えば、まあ、タンブラーとかですよね。ではですね、詳しく見ていきますと、まあ、お昼時にこのね、名古屋の、グローバルゲート店っていうところのスターバックスに行ってきまして、まあ、こんな感じで、まあ、ガラス張りですね。あまり人がいなくて、まあ、ラッキーだと思って入りましたと。で、とりあえず、その店内に入ってみて、レジへ行く途中にスタバのポテチが売ってまして、そもそもスタバにポテチがあることを知らなかったんですけども、でこれですね、でこれをまあ150円ぐらいで買ってみて、約90円か、で結構量少ないんですけども、まあ、普通のポテチだったら100円ぐらいですよね。で裏を見ると、そのスタバが別に作ってるわけではなく、そのカルビーですね、カルビーっていう有名な、まあ、お菓子作ってる製造会社ですね、がこのスタバのポテチを作ってるみたいでしたと。でこのポテチですね、カルビー製のスタバのポテチを見て、私は OEM っていう言葉を思いつきまして、この OEM って、まあ要するにこう他社メーカーが作った商品を自社商品として売ることなんですよね。今回は、お菓子の製造メーカーのカルビーを作ったお菓子をスタバが自分たちの商品としてしれっと売ってるってことですよね。で、これ OEM っていうのをやることによるメリットって、まあ、スタバはこのポテチを開発するコストを減らせるんですよね。あくまで商品の企画とか販売に専念ができると。で、また一方で、そのカルビーはこのスタバで売るポテチの製造契約をゲットできて、生産量がアップして利益が出るってことですね。まあ、うまいこと、まあ、スタバが外注をしてるみたいな感じだと思います。でこの OEM ってこのビジネス上の戦略として全然ありなんですね。自分たちにこの開発する商品を開発する人員が足りない場合とか、まあ、そもそもいない場合とかにこう他社とかにお願いをして、こういろいろ事業とかを広げることも可能であると。で、次にあのスタバのタンブラーですね。よくあのレジの横とかにね、こう売ってますよね。でちょうど並んでいる時にこのタンブラーみたいなのが目に入りまして、これタンブラーっていうのがこのスタバのこの世界観とかコミュニティの形成にすごく役に立っているツールだなというふうに思いました。このスタバのタンブラーって持ってることで、この自分がこうスタバを愛しているとか、こう空いているってこととか周りに伝わりますよね。さりげなくこの自分のアイデンティティ、つまりスタバが好きであるってことのこう承認欲求が満たされるわけですね。でまたこの職場にこのスタバのタンブラーとか持っていくことで、この人スタバが好きなんだみたいな感じで、自分のアイデンティティをこう周りに振りまくこともできると。でこの商品とかツール使ってコミュニティを意識したビジネスをやってるって会社って世の中たくさんいまして、ね、あと、まあ、例えばとあるコミュニティに入るといろんなグッズを買ってしまうって経験って皆さんあるんじゃないかなと思いますね。アイドルとかの例えばグッズとか、あとはまあバンドのリストバンドとかね、ああいうのって、あれをつけることでみんながこう一つになって、この特定のなんとかちゃんとかなんとかのアイドルとかを応援するみたいな感じのこう一体感を作るために、なんかそういうね、グッズをこう買わせてるみたいな、ペンライトとかね。
そういうのですよね。で、スタバですね。スタバでこう並んでいる時とかにこうすかさずこう店員さんがこうメニューをさって渡してくれる感じのこう心地よい接客ですよね。細かいこういうコスピタリティの高さみたいなのがやっぱりこうスタバ顧客満足度が高いなというふうに思います。で、実際私ちょうど昼時だったのでスタバでこうサンドイッチとか、コーヒーとかをまあ頼みまして、まあ、460円っていうまあそのサンドイッチであまりお得感はないですし、コンビニの方が安いんですけども、まあ、レジに持っていくと、まあ、いらっしゃいませって言って言うんじゃなくて、まあ、こんにちはみたいな挨拶をされてますよね、スタバ。で、まあ、こういうなんか発言内容とかで、そのスタバってあくまでコーヒー飲む場所じゃなくて、まあ、スターバックスってリラックスできるスペースを提供しているみたいな感じなんでしょうね。で、変にいらっしゃいませっていうなんかマニュアル感を出すんじゃなくて、まあ、こんにちはって言ってると。で、そのサンドイッチとかこう棚から取って、レジに持っていく時とかでも、その温めますかって言われるんですが、どれくらい温めますかっていうその細かいところですよね。なんかそこはちょっとコンビニとはちょっと違いますよね。どれくらいっていうのがなんかね、難しいですけどね。少しなのか、かなりなのか、熱々にしてほしいのかみたいな感じで、とりあえず1分ぐらいでみたいな感じのことを話しておきました。で、こういうところからもなんかお客さんの状況に応じてこう細かくいろんなことをヒアリングしてくれるって、こうスタバの接客のこの臨機応変さみたいなのを感じることができました。で、ちょっとこれ脱線するんですけども、このビジネス上の売り上げってこの集客をどれぐらいするかと単価をどれぐらいにするかってこととか、あとはまあ購入頻度をどれぐらいにするかってことの掛け算なんですね。で、まあ、スタバは最低でも300円のコーヒーなんですね。まあまあ高いですね、ドトールとかに比べたら。なんでこう単価をできる限り上げてるんですけど、もうスタバの本質ってリピートされるその購入頻度ですね、こちらの購入頻度の高さではないかと思っております。こうホスピタリティのある親近感ある接客で、こうまたスタバに来たいなとか、スタバの世界観を楽しみたいなと思ってるから、こう購入頻度が上がる、だから結構ファンが多いんじゃないかなというふうに分析しています。まあ、スタバでドリンク頼むときに、その、まあ、私初めて、まあ、ドリンクのカスタマイズみたいなことをやってみまして、なんとなくその頭がシャキッとする感じのドリンクないですかって言ったら、こういう、カフェアメリカーノっていう割とかなり濃いやつをおすすめしてくれました。甘すぎるのはちょっと苦手だったのでって感じですね。店員さんも結構細かいオーダーにニコニコしながらこう応じてくれて作ってくれるみたいな感じですね。で、あくまでもこのカスタマイズとかもこのお客さんの任意に任せたいらしくて、無理やりマックみたいな感じでもっと大きいサイズにしませんかみたいな野暮なことは言わないみたいですね。で、合計、サンドイッチとコーヒーとかポテチを頼んで1090円っていう買いすぎですね。で、こんな感じになりましたと。で、無料トッピングコーナーとかで蜂蜜をかけて、窓際に行って食事しましたってことで、で結構美味しかったですね。これもなんかライムとか効いてて、すごくさっぱりした感じの、まあ、サンドイッチでしたってことです。で、まとめですが、スタバの接客レベルってやっぱり高いと思いますね。で、ホスピタリティのある接客で、こう、スタバブランディングを作って、できる限り商品単価を高めて、客単価を高めてると。で、また、ホスピタリティの接客やフレンドリーな接客で、こうスタバの、ファンを地道に増やして、またリピートとか購入頻度を増やしてもらえるっていう仕組みを作っているっていう、企業ですね。で、いろんなこうタンブラーとかコミュニティの結束力を強めるための商品とかを用意しているってことですね。でですね、じゃあ今回はこんな感じで、スタバのホスピタリティが激高だったっていうことに関して動画にさせていただきました。では今回の動画はこれで以上となります。ありがとうございました。